裏紅ヶ笠属は新生端子金庫原竹目の裏紅ニ笠科に属する菌類の一群である。古実体は大部分の場合は中型あるいは小型で、ほぼ全ての種においてよく発達した中心性の柄を備え、比較的脆くて壊れやすい。史実創卓は観光場をなすことはなく、常にだ状で柄に対して多くは理性し、未熟時には白色であるが成熟すれば、 濃い肌色ないし、桃色を呈し、成熟しても液化、溶解しない。ただ一種プラティアスマメレイトスミニス、スーンドバーグアンドメス分を除いて、全く皮膜を描いており、柄に唾を形成することはない。奉仕門は、脳肌色、桃色もしくは体化、ピンク色などを呈する。奉仕はほぼ休憩ないし高大円型で薄壁かつ、平かつ、常に発画を描き、 メチルブルーの乳酸溶液によってよく染まる一方、溶素溶液に対して染まらない。ヒダの実質の菌子は、ヒダの円の方向に向かって逆 V 字型に配列する、逆三回型の構造を有する。脂質層には、しばしば顕著なシスチジアを備えている。傘の表皮は、比較的よく分化しており、休憩細胞の層からなるもの、縦に平行に並んだ。 農場細胞からなる削除構造をなすもの、傘の表面に平行に走る菌糸群で構成されるものなどに大別され、あるいは傘にもシスチジアを有する場合がある。古実体を構成する菌糸には、カスガイ連結を有するものとこれを書くものとがある。シスチジアは、しばしば柄の表面にも見出されるが、着色したシスチジアが数本ないし数十本ずつ束をなして存在する場合には、 肉眼的にも着色した微細な粒点となって認められることがしばしばある。色素が個実体に存在する場合、大部分の種では菌糸の細胞質に均一に溶け込む形で認められ、菌糸内部の液胞内に存在するものや菌糸の外面に沈着した色素粒となるものは少ない。すべてが不正性で外性菌根を形成する種は知られていない。普及した。 木材上や木屑などの有機物に富んだ地上に見出されるものが多い。木材などを普及分解する能力はさほど高くないようである。不正性ではあるが、人工培地上で、裏紅ガサ属の菌の胞子を発芽させて、培養菌種を得ることは容易ではない。裏紅ガサ属の四種を用いた実験した結果では、種によって差はあるものの、胞子の発芽率は十一から十五パーセント程度に、 過ぎないという結果が得られている。また、属のタイプ種である裏ベニガサの胞子を用い、3種類の媒地の上で発芽させてみた実験では、発芽率は9から13%程度であり、媒地の種類によっては1%以下であったとされている。なお、この実験結果として、媒地上での胞子の密度が高い状態の方が、同じく裏ベニガサに置かれている、 チャマエオタ族の菌は内皮膜を備えており、成熟した小実体の柄には唾がある。ただし、分子系統学的解析によれば、チャマエオタ族は、裏ベニガサ族にごく近縁であり、少なくとも一部の種は、裏ベニガサ族に含めて扱われるべきであるという可能性が指摘されている。フクロタケ族の菌は発達した外皮膜を持ち、成熟した 古実体の柄の基部には明瞭な壺を有する点で区別されている。ヒダの実質の構造などが共通することから、かつては天狗竹下に包含されていた時代もあったが、天狗竹下においては、宝主門が白色を呈し、大部分が樹木の細根と特殊な生態的関係を有するを形成する点や、古実体には全く被膜を描き、柄に唾や壺を形成しない点、 方子が要素溶液に反応しない点などにおいて異なっている。一本締め地下の銀は、方子門が桃色系の色調を有する点で類似し、しばしば小実体が普及した木材上に発生する点でも似ているが、ひだの実質の構造において異なる。さらに一本締め地下では、方子が多角形をなす点で容易に区別される。原竹下に属する一部の金群でも、また、 個実体の成長パターンにおいても異なっている。俗内における分類に際しては、傘の表皮層の構造、各種シスチジアの所見、及び禁止上でのカスガ連結の有無などが主な基準となっている。日本国内において広く親しまれ不思議下のタクソン同士の間には互いに移行的な部分があるとし、亜節のランクを与えずに細分しているのが特徴である。 サブセクションミックスティーニーシング、サブセクションにユセラーラダーミーヒメベニヒダタケアセツ一方、ベリンガーシュレアーズは、シンガーによる蒸気の分類システムは、煩雑すぎ、より簡潔なものとするのが妥当であると主張し、以下のよう、サブセクションヒスポデダーミニーベリンガーシュレアーズ、ベニヒダタケアセツサブセクションニーユセルロディリモニーシング、エクスシング、 ヒヒメベニヒダタケアセツサブセクションミックスティーンリーシング、エックスシング、カサヒダタケアセツここでは、暫定的に、ベリンガシュレアーズによる分類体系に従って、各種を記述する。ベニヒダタケアセツヒメベニヒダタケアセツカサヒダタケアセツ蒸気のほか、日本からは、プラティアスブリュボーセス,ス、エスイマイホテイベニヒダタケ、プラティアス町田エ,エスイトーエスイマイ、町田ダ,ダタケ、 プラティアスマクロスポーリス、エスイマイシロベニヒダタケ、プラティアスオカベエ,エスイトウエスイマイ、オカベベニヒダタケ、およびプラティアスバーキアロシサス、エスイトウエスイマイムニンシカタケなどが記録されているが、いずれも元気祭以降は再採集された記録がない。また、これらのタイプ標本も保存状態が悪く、詳しい所見が明らかでないため、俗内における、 分類学的位置は不明である。ありがとうございます。